今回は居合一人稽古の番外編です。既存の居合道のイメージを捨てて自由な格好で肩稽古をしています。伝統を軽んじてるわけではありません。息抜きしながらの繰り返し稽古です。車返しとは、新影流居合の数十本ある居合型の一つです。新影流とは、上泉信綱により1560年代に成立した剣術の流派です。柳生宗悦に伝えられ、柳生家によって伝承されたため、柳生新影流の名で広く一般に知れ渡っています。宗悦以降は、宗則の江戸柳生と、兵庫の助の尾張柳生とに分派しました。新影流居合は、尾張柳生家20代、柳生玄長師範より、鹿島清隆師範に伝えられ、受け継がれた技となります。その古流居合型の中の一本が、車返しという技の名称です。この後、型の動きを示しますが、あくまで一人稽古の記録です。もちろん、指導教範などではありません。武道、居合道に興味のある方への入門のきっかけになれば幸いです。新影流居合、車返し。右側から低い姿勢で迫る敵に、右膝を小さく立て、膝下から柄を握り、横一文字に抜きつけ、座位で構え、足を踏み替えつつ、真っ向を切り下ろして、勝つ。間合いを取り、斬新を示し、納刀。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。シーズン7番外編では、気軽に居合を始められるよう、最低限欲しい刀と帯だけで稽古してみました。興味のある方は、右下のチャンネル登録で、居合道ワールドへ入門してみてください。そしてまたお会いしましょう。